寒いです、それからもう本当眠い、そして、えー、なんか企画書があるんだけれども、中途半端に終わってるから、まず上司に全然叱られるなと思ったら、起き上がれなくなっちゃう、満員電車で、前に高齢者のおばあさんが立っていました、うわっ、えー、譲ろうかな、でも次の駅で降りるって言われたらどうしよう、私そんな年じゃないって逆減したらどうしようと思ってる間に、立ち上がれなくなる、人は5秒を過ぎると言い訳を考えると言われています。 脳科学的に人は5秒を過ぎると言い訳考えちゃうこれを5秒の法則と言いますだからどうするのかワンツースリーゴーで起き上がるんですワンツースリーゴーで立ち上がるんですそして立ち上がってはいどうぞ今日いいことしたな起き上がって、えー、今,日今日寒いなって起き上がってから思えばいいんですという話を朝時間術というセミナーでやった時に、まあ、終わったから後ろから駆け寄ってきた受講生が「 私、あの話、5秒ルール、ふに落ちました、5秒の法則、ふに落ちました、えー、会社で嫌な仕事、大変な仕事、すごい辛い仕事は全部言い訳ばかりして後回し、先延ばしをして楽な仕事、楽しい仕事、円滑な仕事ばかりやり続けていたんですって言ったんですね。ああ俺もだっって思ったんです そうだなんかこのメール長そうだな面倒くさそうだなと思ったら先延ばしをして、えー、簡単なメールから打っちゃうああミスしちゃったと思った時にいやー今ーちょっと常識機嫌悪そうだな昼休みを過ぎてから3時になってから帰りにというふうに言い訳ばかりをしてやらないだからどうするのかワンツースリーゴーでメールを打つと決める、えー、返信をするワンツースリーゴーで。 すいませんって謝り申し訳ございませんでしたって謝りに行くというふうにしてみてください。ということでですね、えー、早起きにしろ生活にしろ、えー、仕事にしろ、えー、それから、えー、トイレ掃除とか嫌なことワンツースイッーでやるとどん,どん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 行動できるようになります。ですのでね今のはちょっとちっちゃいような行動の話でしたじゃあ長いスパンの行動ってどうするの 例えばですねダイエットをするとか国家資格を目指して独立するという時に行動ができない時ではですねちょっとここで1個問題いたします皆さんの脳が何を考えていると思います脳は一番に何を考えているのかそれはですね死なないことを考えていますまあこれも死ぬ間際で血で書いたみたいな字ですけどね死なないこと つだから、えー、例えばですねダイエットしましたダイエットをしていて、えー、食事制限カロリー制限をして2キロジョギングするって決めていました10日1112時12日ってやってたんだけど今日走れなくていいかなとかちょっとラーメン屋行ってラーメンンライス、えー、半チャーハンセットとかを頼んじゃうんですねそれはなぜかというと脳が今までの体重で生きてきたじゃん。 これ以上痩せて、なんか痩せちゃゃっって、えー、死んじゃったらどうすすするのと指令を出すんですね。国家資格の勉強を独立するためで頑張ってやってました10日間、えー、1週間すごい頑張ってやってきたんだけれども急に友達から電話が来て LINE が来て、えー、飲みに行こうついつい予定計画通りに勉強終わってないのに行っちゃうそれは今サラリーマンとして生活してうまくいってるのに、えー、独立して路頭に迷っちゃったら死んじゃうかもしんないじゃん で脳が指令を出すんですでねそのことを心理学用語で現状維持バイアスと言います現状を維持するためにバイアスがかかるストップをかけるんですねじゃあそれをどうやって覚醒するのか行動するのかというと例えばダイエットして腕立てあー、えー、縄跳びをやってましたで順調に10日間縄跳びやってたんだけれども手首痛いなとかちょっと今日っっと寒いから今日はやめとくかっていうのが 現状維持バイアスのスのタートなんですね、まあ、それに気づくだけでも十分頑張れるんですけれども気づいたじゃあ気づいたらどうするのかはってでも外に行くんですねはってでも外に行って1回でも縄跳びを飛ぶ1回でも縄跳びを飛ぶとそっと縄跳びを置いて家に帰る人いないんですね2回3回4回と結局予定通り予定ぐらい縄跳びを飛びますそれは その作業をやることによって興奮して、えー、その作業を続けたくなる心理的作用、つまり作業興奮というものなんですねなので勉強も今日やらないかなって思うのではなくてちょっとでもテキスト開いて目次でも見るで目次見たら本文が気になって本文を見て、えー、問題を解いてみる という形でテキストを開くということに、えー、その作業に興奮してそれを続けたくなっちゃうんですね。という、えー、別名勉強では3ミニッツ勉強法という方法にもなっています。つまり3分間だけでも勉強しようよそうしたら勉強続けれるよってことなんですね。ぜひそういう形で5秒の法則それから作業興奮を使って覚醒した行動をしてみてください。